世話なる。はい、はい、頑張ってください。頑張ります。桃太郎行ってください。はいはいはい、はい、長谷間玲奈さんです。長谷間玲奈さん受け入れするんで、もう極左と言われてますけれども、そんなことなくて、辻さんが中道左派ぐらいに言われるような、そんな世の中に取り戻していきたいと思います。声も枯れずお元気そうですごいですね、うん、まあ一応6回目の選挙だからね。最初は病院に行ったりね、声が枯れて出なくなって、やっぱガナルだけがあのね、大きい声を出せば訴えられるってことじゃ必ずしもないんだ。きちっと喋る、語りかけることは重要。人道を許さない秘密保護法集団的自衛隊の皆さん、こんにちは、ありがとうございます。辻恵でありようになりましたでしょうか。今回の総選挙は国民の声を無視して原発の再稼働や憲法改正に向かう集団的自衛権の行使容認、そのような危険な政治をひた走る安倍政権を今後4年間さらに続けさせるのか、そうではなくて国民の暮らしをしっかりと守る国民本位の政治に180度今の政治を転換させるのか、そのことを皆さんにご判断いただく分かれ目の選挙であります。来年の5月には集団的自衛権の容認を受けて自衛隊法の改正と法律の改正が行われる予定です。戦争準備体制を前提にして国民の権利を制限をする、国の言うことを聞けということで義務を拡大する、こんな基本的人権を侵害する悪法が来年通常国会に通されようとしています。辻恵は新しい政治を作りたい、このように考えています。野党協力ということで野党が選挙協力をしていますが、安倍政権に対してどういう態度を取るのかはっきりしません。そしてまた来年5月通常国会で先ほど申し上げた基本的人権を制限する各法律が強行採決されることに対して維新の党は明らかにこれに賛成をする、自民党と原発も憲法改正も全く政策が一致しています。より自民党より先発して国家主義の政策を行うとしているのが維新の党、国民の皆さんが選択できる党ではありません。私辻恵は今日も参加していただいている市民の皆さん、そして自発的な行動で社会の中で公正公平な社会の仕組みを作り上げよう、このように活動されている NPO や協同組合の人々のこの力を社会の基礎にしっかりこの国の在り方を変えていくために新しい社会のビジョンを作り出し、それを担う新しい政党を作るために全力を挙げて取り組んでまいります。関西においては大阪8区の服部良一さん、京都1区の平智幸さん、奈良2区の中村哲也さん、多くの仲間がこの国の今の政治を180度変えて国民が主役となれるような、人々がもっと自由に活発に幸せな未来を信じることのできる、平和を実現することのできる、そのためのビジョンと新しい政党を作るという仲間として、関西多くの政治家、そして協同組合 NPO 人々がいます。私辻恵は今日この桃太郎をご先導いただいております。山下敬金茨城市議会議員とともにこの大阪19区でそういう戦いをしっかりと取り組んでまいりたい。
全国の政治をしっかり変える大きなうねりを大阪9区から作り出していきたい、このように考えております。どうか皆さん、辻恵に大きなご支持を心からお願い申し上げます。12月12日の金曜日午後6時からクリエイトセンターで辻恵の個人演説会を開催いたします。テレビでおなじみの森田実さん、植草和秀さん、辻恵の応援に来ていただきます。11月の21日東京で安倍政権を打倒する国民会議を作ろうということで、政治学者の白井聡さん、そして私加えた4人が世話人となって国民会議を結成をいたしました。これを広大な人々の共同のつながり、共同の戦線を作る、そういう軸としてこの関西でも皆さんにご参加をいただく、そのことをお訴えしたいと思っています。12月12日の個人演説会、多くの皆さんのご参加を頂戴をしたいと思います。辻恵、リベラルな政党を作る、リベラル総結集で未来と平和を作り出す、新しい政治を作り出す、そのために全力で頑張ってまいります。どうか皆さん、辻恵のご支援を。2期5年間国会議員として活動してまいりました。3期目の当選をどうか皆さんのご支持で、34年の弁護士生活の経験を生かして頑張ります。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。